はい、どうもチャトラです。今日はですね、ちょっと皆さんにご報告がありまして、ちょっと動画を回しておりますが、本日6月14日午前10時からですね、アップルのビジョンプロが、正式に、日本国内で予約スタートとなりました。で、発売日が6月の28日ということですね。で、ビジョンプロですね、どうしようかな、買おうかなっていうのを、悩んでいるっていう動画をですね、出しました。で、その動画のコメントもですね、かなり盛り上がりまして、本当にいろんなコメントをいただきました。ありがとうございます。その時ですね、ビジョンプロどうしようかっていうことで、やっぱり悩んでるっていうことで、やっぱりね、皆さんにこのコメントもね、ちょっと募集したっていうことで、どうしたらいいかなとか、どうしてほしいかっていうところで、みんなの意見もですね、ちょっと聞いてみたっていうところもあるんですが、結構ね、半々でしたね、意見。でコメントをですね、一通りこの目を通してみたんですけども、まずですね、やっぱりこのレビューとして見てみたいと、この使ってみてこの渡辺さん目線の意見とかレビューを聞いてみたいっていうね、声はありまして、そういう風にですね言ってもらえるのであれば、買うのはありかなっていう風に思ってました。でその他この買うべきかっていうところに対して、視聴者さん自分目線で買うかどうかっていうところで考えると、いやビジョンプロはいらないっていう人もね結構いましたし、欲しいけど高すぎるとか、1週間で買ってもね飽きるだろうっていうコメントとかもありましたっていう感じで、いろんな意見があったんですけど、今回は、ビジョンプロですね購入しました、はい、ということで、予約ね、いたしました。なので、6月の28日にですねビジョンプロが一応届くことになります。正直ですね、届いて開封ファーストインプレッションっていうのはもうやる必要あるのかっていうレベルでたくさん動画出てますので、一応開封はするんですけども、やっぱりその後実際に使ってみてこの初体験でどう感じるのかっていうです、そのあたりのインプレッションと、あとはですね、数週間とか使ってみて定着するのかどうかですよね、普段使いで本当に使うのかどうかっていうところ、このあたりをレポートしてみようかなと思ってます。でビジョンプロ買う時の流れと何を買ったのかっていうところもですね一応紹介していきます。でビジョンプロ買う時は、この公式のねストアの方から今予約注文としていきまして、まずビジョンプロのこのフィッティングテストですね、これを行う必要があります。でカメラにアクセスを許可して今すぐ始めるとしていきます。今これ iPad でね見てるんですけど、 iPad とかこの iPhone だとフィッティングテストがですね、簡単にできますというところですね。はい、こんな感じで今ですねスキャンをしました。フェイス ID のスキャンするのと同じ感じですね。でこの後このオプティカルインサートってですね、材質のレンズですね、これを作っていくことになります。でこちらに関しては質問に回答していくと、メガネかけてる、コンタクトつけてない、度付きのメガネかけてる、遠くのものを見るためプリズム値は含まれない。で測定値に関しては注文時に入力していきます。この後入力するところが来ますので、そこにですね自分のこの使ってるメガネの度数と同じようにですね選択をしていけば OK です。でこれももう選択しました。で容量は今回 256GB にしました。アプリもそんなに多くないっていうふうに、聞きますので、体験してみるっていう意味では全然これで問題ないと思います。であと一番使ってみたいのはやっぱり Mac との連携なんですよね。 Mac のディスプレイを出したいんですけど、Mac のディスプレイを出して結局作業 Mac でやるんだったら、このビジョンプロ本体の容量はですね使わないはずなんで、256GB でいいかなっていうところでこちらを選びました。 Apple Care Plus は入ってないです。 Apple Care Plus めちゃくちゃ高いんですよね。89,800円するんですね。ただこれによって、事故とか過失で、損傷してしまった場合の修理ですねができますよと、サポートとかを受けられますよっていうところなんですが、これは本当に悩ましいところなんですけども、自分はこれまでですねこの Apple 製品ですね、壊して Apple Care Plus を使わなきゃいけないなっていう状況になったことが、この十数年間ですね一度もなかったので、いいかなっていうことで追加してないです。ただこの毎日ね外出が多くて持ち運びする方とか、壊してしまうかもなっていうですね、これまでも壊したことがあるっていう方は、入っておくことは安心かもしれません。このあたりは本当に人によってね変わってくるかなっていうところで、その他ですねアクセサリーがですね購入できるんですけども、今回はトラベルケースだけですね一旦注文してみました。バッテリーに関しては追加は買ってないです。とりあえず1個はですねバッテリーついてくるので、そちらで使ってみようかなと思います。予備バッテリーまで必要かどうかっていうのはね、ちょっとしばらく使ってみてから考えようと思ってます。一応今回買ったのはこんな感じで、トラベルケースと本体とレンズですね、こちらを購入したっていうところになります。なので合計金額としてはですね65万9400円ですねっていう金額になってます。めちゃくちゃ高い。
本当 MacBook Pro ね、結構いいスペックのもの買えるんですよね。まあ、本当にね、かなり高いと思うんですが、で、ここから今回ですね、悩んではいたんですけど、まあ、購入した理由ですね、この辺をちょっとね、お話ししようと思います。まあ、コメントも読みながら言ってます。150件以上コメントいただきまして、ありがとうございます。ちょっと読んでいきます。まあ、いろんな意見ありまして、渡辺さんのレビューが分かりやすいので楽しみにしておりますという意見、これはめちゃめちゃありがたいです。本当にありがとうございます。まあ、こういう楽しみにしてるっていう意見聞いちゃうとですね、どんどんね、この心が揺らいできますよね。で、レビュー用に買うには一足遅い気もしますねっていうね、意見もありました。まあ、それは確かにある。やっぱりアメリカ版が先行で発売されちゃったのは、本当にこのレビューアーとしてはですね、厳しいですね。本当にこれに関しては、本当全世界で同時発売してくれたらですね、こういうモヤモヤしたことにならなかったと思うんですけどね。次回以降は本当に世界同時発売してほしいです。で、ガジェット系の YouTuber の第一人者として人柱になってくださいっていう意見。まあこれも言い方はあれなんですけど、まあ、要はですね、レビューしてくれっていうね、話ですよね。買えないからこそ買ってほしいはあるっていうね、ところですよね。まあ結構ね、コメントとかを見てますと、やっぱり自分みたいにこのレビュー系の YouTube やっていると、まあいろんなですね、製品で、ね、紹介していきますので、まあそれを見て、この買った気分になって楽しむみたいな、まあ、そういった方もね一定数いるみたいだったので、まあ、楽しんでもらえるんだったらですね、買ってみるのはありかなっていう感じです。ぜひとも買ってほしい。渡辺さんの体感レビューは、すごく気になりますっていうところですね。まあ、本当にもうありのままですね、体感したことをですね、お伝えしていこうと思います。ボーナス吹っ飛ばして買います。自分映画好きなので、そこだけの価値で買っちゃいますっていう方、これはすごいです。ボーナス吹っ飛ばして買うのはね、本当にガジェット好きですね。これ素晴らしいと思います。廉価版出るし、まだ買わなくていいと思うっていう、ね、方、まあいずれね、ビジョンエアーみたいなちょっと価格抑えたモデルとかが出てもおかしくないですよね。まあ、本当にまだ初代モデルなので、まあ、これからの進化にも期待なんですけども、やっぱりね、価格が抑えたモデルもね出てきたら、さらに広がっていくのかなというふうに思います。こういうのは20年ぐらいね、貸しといたら貴重品になるということで、取っとく用と使う用で2つ買いましょう。これはさすがにね、強いなっていう感じですよね。 iPhone の初代モデル持ってたら今どうなんだろうっていうところをね、考えるとね、ちょっと答えが見えてきそうですけど、元値が高すぎるんで2個買うのはちょっとさすがにきついです。バイク買いたいんでビジョンプロは諦めます。渡辺さんのレビューで我慢しますっていう方いましたね。いや、そう。結局これもですね、必需品ですよね。生活に使うものの方をやっぱり優先した方がいいですよ。パソコンとかスマホとか、必ず使うもの。生活とか仕事で使うものですよね。で、これをまず優先するべきで、それらはもうあるし揃っているしっていう場合に、ビジョンプロですね、検討していくといいのかなっていう感じです。無理に買うことはないと思います。レビューは他の YouTuber さんにお任せしましょうっていう、ね、意見。これもね、結構刺さりましたね。まあ確かになっていう、ね、ところはあったんですよね。ガジェット系のこの YouTube やってても、世の中にあるガジェットを全てレビューすることはできないので、やっぱりですね、何をレビューするかっていうのは、ある程度選択していかないといけないんですけども、まあそういった意味でも必ずね、このアップルの新製品出たから絶対レビューしなきゃいけないっていうわけじゃないので、まあちょっとそこは悩ましいところですよね。渡辺さんのレビュー待ってる人多いはずです。他の人にはできない渡辺さんならではの角度で切り込んでほしい。そして自分を含めた、みんなの背中を押してほしい。これは刺さった。この意見は本当に刺さりました。ちょっとね、ハードルは上がるんですけども、まあ、今から新しい切り口を見つけるっていうのは相当難しいと思うんですけど、一旦今まで見てきたビジョンプロのレビューは、もう自分の中ではさらっと忘れます。で、実際に使ってみてもね、自分なりの意見をですね、お伝えしていきたいと思います。こういうのって3代目ぐらいになって、やっと価格も機能もこなれてくるから、一般人はしばらく、いらないだろうなと。いつの間にか消えて懐かしのガジェットになってる可能性もあるしねっていうところですね。いや、それもね、ありえますよね。1995年に、任天堂がですね、バーチャルボーイっていうですね、1995年にですね、VR ゴーグルみたいなデバイスを出したんですよね。まあ、それも、まあ、1世代でですね、終わってしまったんですけども、さすがにその時は、まあ、時代が追いついてなかったみたいなところはあると思うんですけど、まあ、現状になってくると、やっぱりですね、ビジョンプロのこの入ってる性能とか、解像感の高さとか、中に入ってるカメラとか、スペックとかですね、すべて含めて、まあ、時代がそのやりたいことにだんだん追いついてきてはいると思うんですよね。なので、あとは、まあ、ここをベースにしつつ、まあ、軽量化していって価格をちょっと抑えてくると、だんだん普及してくるっていう流れになる可能性はあるので、まあ、その初代のモデルになるっていうのが、まあ、可能性としては高いのかなっていう気がします。まあ、結局ね、この後はもうこのアプリがどれだけ充実してくるかですよね。サードパーティーがどんだけ頑張るか、気合い入れるかっていうところに、なってくると思います。その他、目の前の仮想空間は物理的な制約がないというのがとても魅力的で、 Mac が置ける場所ならその環境にある、狭い場所でも映画が見れる、そのメリットは計り知れないと感じますと。まあ、うちですね、テレビはリビングの方に85インチの 4K テレビがあって、100インチのプロジェクタースクリーンがあって、そこにこの 4K でプロジェクターのスクリーン映像を投影して見れる環境も作っていたりするので、リアルでこの映画を見たりする環境も整えている方だと思うんですけど、
まあ、それよりも多分ビジョンプロ の, あの映像の、ね、大きさとかですね、そういったところって感動を超える可能性がねあるんじゃないかっていう気もしてるんですよね。まあ、100インチどころではないこのサイズの体感とかもできそうなので、まあ、本当の意味でこの映画館にいるような感覚を、ね、体感できたらねめちゃめちゃいいと思うんですよね。ぜひ購入してほしいです。装着感や目がどのくらいの時間で疲れるのか知りたいですってことですね。これはもう、速攻でお伝えしようと思います。個人的には作業のためというよりエンターテインメントのためのものという印象が強いので、映画が好きな渡辺さんにとってはいい買い物になるのではないでしょうかってことですね。これはねあるんですよね。映画、まあ、かなり最近見てるんですよね。まあ、そういえばあのソニーもですね、昔あのヘッドマウントディスプレイ、ね、出してましたよね。であれ当時買ったんですよね。映画がこの 3D で見れるみたいなですね、ヘッドマウントディスプレイ出していて、当時買ってですね見ていたりしたんですけど、10年ぐらい前だったかな。まあ、そんな感じで、まあ、この分野もですね、まあ、かなり昔からですね、あの期待しているところではありました。一般の鮮度が命のガジェット系 YouTuber は旬が過ぎて再生数も稼げない費用対効果の悪い商品でしょうねということで、圧倒的な不利な状況でまだ他の人たちが気づいていない視点と良さを紹介して格の違いを見せつけてほしいという意見がありまして、これはねかなりちょっとね攻めた意見なんですけども、まあ、ビジョンプロですね、本当にまあ旬はねかなり過ぎてると思います。アメリカで発売した時は、ね、一番盛り上がっていたんですけども、だんだんこの盛り上がりがですねこの落ち着いてきてるってところあったんですが、まあ、とは言ってもまあ、日本でもですね普通に購入できるようになったっていう状況になりますので、ちょっとね、扉が開いたような感じになってますので、興味あったけどどうしようかなっていう方が、まあ、一定数ですね復活してきている、まあ、興味が復活してくる可能性があるので、まあ、ちょっとここで改めてですね日本版どうなのかっていうところもですね含めて、レビューしたいなと思います。ちゃんと使った上でのレビュー希望ですね。普段使わなかったらまあお察しですねということですね。5年後くらいにはサングラスぐらいになってみんな、かけて歩いてるのかな。そう考えると最初はこうだったんだよって記録が動画として残るのが意味ありそうです。確かにあの YouTube ですね、過去の動画とかも全部遡って見れますんで、初代モデルのビジョンプロはこうだったんだっていう、ね、体験も含めて記録として残しておけるっていうのはですね、確かに意味あるかなっていう感じです。あと使うか使わないかは買ってみなきゃわからないですよっていう意見もありまして、まあ、それも確かにそうなんですよ。まあ、未だにビジョンプロ体験したことがないっていうのはやっぱりこの配信者としてちょっとね良くないなっていうところもありますし、今このビジョンプロの初代モデルを、まあ、体験しておくことによって、2第2世代とか、まあ、エアーとかですね、次世代モデルが出た時に初代のこのモデルとの違いもですねこのリアルにね言及することができるようになるので、今後次世代モデルとかが出る時のレビューのこの精度を上げるっていう意味でもやっぱりですね今このビジョンプロのね第一世代は体験しておいた方がねいいかなっていうところはねすごくねコメント読んでて感じました。はい、っていう感じでですね、皆さんのコメントにちょっと後押しされましてですね、購入を決断したということになります。一応ですね、こちら28日にですね、届く予定なんですけども、28日かもしくはね、1日遅れてしまうかもしれないですね、29日とか、そのあたりにですね、まずファーストインプレッションですね、動画出したいと思います。最初のこの感動ですね、すごく新鮮な気持ちでちょっとね、動画出したいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。最初の動画でこれ試してほしいっていうね、こととかありましたらぜひ、ね、コメントください。すぐに試せることに関してはですね、なるべくその1回目の動画でですね、ピックアップしていきたいと思います。ということで、今日はこんな感じで以上になります。この動画が良かった方はチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。